こんにちはテンバーアカデミー堀秀です今日は信号は無視して横断歩道じゃないところを渡りましょうというね、えー、なんじゃそらというようなタイトルなんですけど、まあ、日本の、まあ、常識が世界の常識ではないと。で日本のように、えー、ルールを守れば、えー、安全だと。ねまあ、日本もルールを守れば安全なのかどうかわかりませんけど、まあ、何しろ まあ日本人が普通に考えるように、ルールを守っていれば守られるというもんでもないと。ねえー、そもそもルールだと思ってたもんがね、日本と逆、全然違うということがあるというようなお話です。えー、オーストラリアはね、えー、車社会と、ね。車優先。で混んでいる横断歩道を渡ると車に轢かれます。これどういうことかというと、えー、すぐね、オーストラリアって歩行者用の信号がすぐね、青から、 赤点滅に変わって赤に変わっちゃうとね。ね混んでる交差点だと、まあ実際問題赤になってから渡ってる人は結構います。ただ、ね、えー、待ってる車が結構多いんですけど、まあ中にはね、えー、わざと引いてんじゃねえかお前ってぐらいね、えー、車飛び出してくる場合もあります。なぜなら車優先なんでね、仮に引いちゃったとしても、まあ車の人は悪くないとね。ね えー、まあ人を引くことにためらいがなければ、まあ全然引いても OK と。ね。極端に言えばそういうのがルールになってます。で、実際ね、えー、娘が通ってる小学校の目の前の交差点で、まあ親子が引かれたという事故がありました。えー、ここが学校なんですけどね、ここに横断歩道ありまして、ここからね、結構バスが出てくる道です。で、学校帰りでみんな溜まってるんでね、赤になってから当然渡る人も多いと。 で、えー、確か控えた人、中国人なんですけどね、まあ、いくら中国、信号守らないって言ってもね、えー、子供が歩いてれば、まあ、止まる車が、まあ、ほとんどなんですけど、まあ、オーストラリアですから、まあ、極端に言えばね、有、え、色、ー、人種は人間じゃないと思ってるような人もいますし、まあ、あるいは何かでイライラしてたのか、あるいは本当にね迂闊で気づかなかったのか、わかりませんけど、もう、えー、渡ってんのにバーサが出てきて引いちゃったと。 ねまあ、幸い、ぐちゃっと潰れたわけじゃなく、まあ、ぶつかったとか倒れたとか、その程度で命には別状なかったみたいなんですけど、まあ、その、えー、事故のあとね、えー、ここは渡らず、横断歩道があるんで横断歩道,あ歩道橋があるんでね、歩道橋を渡りなさいというふうに、ね、結構徹底されました。すごいですよね、えー、渡ってんのに出てきて引いちゃうというのがね、えー、実際に起こりました。 ま直進の信号は赤、ね。この交差点の信号は赤。で、えー、こっちの、ね、車がバスが出てきた方の信号は青。で、横断歩道だから、えー、止まってると思ったらそのまま進んできたと。ねえー、歩行者信号が赤になったら待たないと危険です。 そこでね、えー、横断歩道や信号は無視して、車が来ないなら渡る人が多いです。本、ね、当、本当その辺でいくらでも渡ってんでね、まあ、危なくないのかなと思ったんですけど、まあ、実際その横断歩道でね、赤になっちゃったら引かれることがあるっていうのを考えたら、下手に横断歩道で待ってるよりも、まあ、空いてるそこら辺でね、車が来ないことを確認して渡っちゃった方がよっぽど安全だということが言えますんでね、実際そうしてる人が多いです。 で、オーストラリアと日本のね、えー、横断歩道に関するルールと運営の違いなんですけど、まず、横断歩道はね、えー、オーストラリアの場合、信号のない横断歩道は止まる車が多いと。ね、信号がなかった場合には歩行者優先ってことで、まあ、要は歩行者がいたら歩行者信号が青みたいな感じなんでしょうね。割と止まる車が多いです。まあ、反対に日本だとね、信号のない横断歩道ね、止まる車少ないと。 なんで止まんないんでしょうとね教習所で止まれて確か教わったよなって感じなんですけどまあ実際問題止まらない車が多いだから横断歩道でね手を挙げて渡って引かれちゃう子供とか結構いますんでね、えー、車が止まるのを確認したから渡るあるいはね、えー、車が来ないことを確認し,ないして渡らないと危険ですしそもそも ね、曲がり角にある横断歩道を使うよりもね、ま、えー、っすぐの曲がり角じゃないところで車が来ないことを確認して渡った方がよっぽど安全なのに、なぜ横断歩道を渡せ、渡らせるかというような気がしますけど、まあもいね。日本だと、まあ止まる車は少ないです。そしてオーストラリアで歩行者への信号のある横断歩道は車優先と。ね、故意に歩行者を引く運転者もいる。ね、故意に引く人いないでしょうって。 反応ありそうですけど、まあ実際問題としてですね、えー、結構引かれたり引っ掛けられてます。日本では横断歩道は歩行者優先。ね、えー、まあ不注意で引く場合はあっても、故意に引く運転者は少ないと。 で実際問題として、まあ、横断歩道は危険なんでね、だいたい曲がってすぐ後に見えないわけですから、よそ見してるかもしれませんし、視覚で見えないかもしれないんでね、直線の横断歩道がないとこでも、車がね、来ないなっての確認できるとこ渡った方が安全だと思うんですけど、まあ日本だと横断歩道のある場所を渡りましょうってことで、そうはしない。ただ、 実際世界のほとんどの国は、えー、そういう安全そうなところで、ね、信号は無視して横断歩道じゃないところを渡る人が多いです。で、世界、ね、25カ国旅行したけど、横断歩道で信号を守って渡っていたのは日本とドイツだけだったと。ねえー、逆にね、旅行して歩いて,てたまに日本帰ると同じ調子でね、えー、横断歩道じゃないところ渡っちゃったり信号を無視して渡るんですけど、えー、じろじろ見られるのはね、 えー、ああ、そうだ、ここは日本帰ってきてたんだって思うんですけど、ただ、それ、えー、日本とドイツだけで、他はヨーロッパの国もアジアの国も、えーねえー、地中外の国も、うんまあ、南米アフリカ行ってないですけど、南米アフリカはなおさらでしょうね。まあ、基本的にヨーロッパでもアメリカでも守らないのがデフォルト、ねえー。日本とドイツだけ守ってるということなんでね。えー、日本の まあ常識だと思ってることがね、世界で常識なわけでも合理的なことでもないと。まあ、そういうのを考えると、まあ日本のね、ビジネスの常識も世界では通用しないことが多いです。ずらーっとアマゾン、アマゾンってあってね、今までアメリカ教えてて、もともとは日本教えてて、アメリカ教えてて、で今はオーストラリア教えてて、 同じアマゾンなんでね、えー、日本のアマゾンやってたら日本のルールいいんじゃないかというのでやりがちなんですけど、はっきり言って、えー、日本のアマゾンと日本以外の国のアマゾンは、えー、全然ルールが違います。そういったのもあってね、えー、日本の情報はたくさんあるんですけど、その情報を鵜呑みにしてアメリカとかあるいはね、えー、オーストラリアでアマゾン輸出に取り組むと、えー、多分うまくいかないですし、アカウントが削除になる可能性も高いと。 いうことでね、えー、自力でアマゾン室で稼ぐのは厳しいかなという感じです。えー、アマゾン室、えー、取り組む場合はね、まあ、ここをクリックして、オーストラリアアマゾン室サポート申し込みページを確認して、サポートを受けられるようであれば、受けて、えー、取り組むのをお勧めします。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。